てこいなんて言ってないよ。よかった。警察総務もジジやおばばたちも楽しんでたよ。ヨーヨがここで何をしているのか聞きたい？ここでみんなのために歌を歌ってるの。師匠のように金を奏でて美しい音を出すことはできないけど、歌を歌うくらいはヨーヨにだってできるもん。弱心おばばにも褒められたよ。それで美味しいキャンディーをもらったの。よかった。警察総務おじちやおばば、前に師匠から仙人のことをたくさん聞いたよ。大きな鹿の角が生えている衣装おじちゃん、お宝集めが好きななるみおじちゃん、話してる時ね、たまに師匠の声が少し悲しそうになるの。でも最後は必ず笑いながら、みんなリーユエが大好きだって教えてくれるんだよ。ヨーヨもリーユエが大好きだから、あの仙人のおじちゃんやおばちゃんたちの代わりにヨーヨはリーユエのみんなのお世話をちゃんとするからね。よかった。警察総務おじちやおばばたちも楽しんでたよ。ドボルザークおじちゃんが物語の仙女を見つけられたことも、その仙女が師匠だったことも、両方ヨーヨは嬉しく思ってるよ。それにヨーヨも力になれたんだよね。これなら師匠に恥をかかせないかな。それにおじちゃんが友達に頼んでフォンテーヌからおもちゃを持ってきてくれたの。ヨーヨそれ大好き。いや、ヨーヨはね、最初はもらうつもりじゃなかったんだよ。でも師匠がもらっていいって言ったからもらったの。よっ遅い。バーヤは金を引くのがお上手だ。私にも教えてくれないか？エンヒは本当に好奇心が強いの。せっかくのお祭りでゆっくり休める機会じゃというのに、あれこれ教えろとせがんでどうするのじゃ。安心してくればや、私は習得が早いからな。早く弾けるようになってバーヤと一緒に合奏したいんだ。私がバーヤの作った旋律についていけるように、残さず全部教えてくれ。はいはい。まずはその前にお茶のおかわりをそこに置いて冷やしてくれるかい？了解バーヤ。